君の花をみんなのブーケを武道館のステージに飾る。その日まで僕たちは目指し走り続け届け続ける。みんなに歌の魔法を。僕たちにみんなのブーケを。ブルーミングマジック。やっほー、空だよ。みんな元気？僕はね、最近ちょっと気になってることがあって、歩とレオくんの様子がおかしいっていうか、なんかぎこちない気がしてるんだよね。この前の人生に拍手喝采をの収録からかな。二人ともどうしちゃったんだろう。今I love you で始まる僕らをもっと照らしてくれよ。変わらない愛や希望の匠もまた信じてみたいのさ。ほら I miss you って諦めムードでも受け飛ばしてゆけよ。時代が落雷は誰が待ちゆけど愛を歌う。 Oh yeah yeah。こんな感じ？あゆむ、ほんと楽しそうに歌うよね。そうですね。なあなあ、今あっちで帰りにみんなでモール行こうってなっててさ、二人も行くだろ？行く行く。すみません、僕は遠慮しておきます。え、行かねえの？ええ、先にシェアハウスに戻ってますね。そっか。じゃあレオくんの分も楽しんでくるね。はい、またお話聞かせてくださいね。うん、さっさと着替えちゃおうっと。なあ、最近お前変じゃね？別にってなんかあったのか？あ、俺でよければ相談とか乗るし。そんなんじゃねえから。じゃあなんだよ、俺なんかした？何も。じゃあなんでこっち見ねえんだよ。なんかあったなら話せよ。うるさい、お前に関係ないから。レオ。出かけるんだろ、さっさと行けよ。わかった。くそ。何してんだ俺。今 I love you で始まる僕らをもっと照らしてくれよ。変わらない愛や希望の匠もまた。なんであいつの歌が頭から離れねえんだよ。あ、レオくんいた。ソラくん。ケーキとね、クッキーと紅茶とコーヒー、いろいろ買ってきたから一緒に食べよ。どうしたんですかソラくん、皆さんとモールへ行ったのでは？うん、行ってきたよ。みんなは映画とか見て帰ってくるみたい。ああ、何か用事でも？うん、レオくんとお話ししに戻ってきたんだ。僕ですか？大掃除の時言ったでしょ、レオくんのこともっと知りたいって。そういえばそうでしたね。ひどい、忘れてたの？すみません。ケーキどれがいい？僕ら活動を始めて2ヶ月以上経つけど、レオくんはどう？どうというと？楽しい？楽しいですよ。歌ってみたの経験がなかったので最初は戸惑いましたが、皆さんのおかげでなんとか慣れてきましたし。経験がないのにさらっとこなせちゃうのがレオくんだよね。そうでもないです。この前も歩にパートを代わってもらうことになってしまいましたし。あー、そっか、レオくんのパートキーかなり高かったもんね。歩に助けられてしまいましたね。歩、いつの間にかすっごい聖域広くなってたよね。僕もびっくりしちゃった。そうですね。歩はさ、まっすぐなんだよね。裏表がないし、何に対しても全力で、見ててちょっと危なっかしいなって思ってたんだけど、誰よりも努力して、すっごい努力して食らいついてる。へえ。
出会った時は不安そうで大丈夫かなって思ってたんだけどな。確かに緊張してましたもんね。でも千本桜を歌った時、今よりも技術は拙かったかもしれませんが、楽しそうに歌う方だなとは思いましたよ。それは空くんもですけど。僕歌が好きで、歌ってると楽しくなっちゃうんだよね。伝わってきます。でも歩夢は僕よりもっと歌に近い気がする。なんでだろう。僕からすれば皆さん歌に近いと思います。ハルくんやヤマトさんは歌の中に入り込むタイプなので、歌そのものが持つ感情を最大限に引き出していますよね。確かにそうかも。二人とも曲によって歌い方も全然違うし、乗り移ってるみたいな感じだよね。はい。逆に空くんや歩はどの曲でもらしさが出てますよね。二人ともどのパートを歌っても自分のものにして、聴いてる人を巻き込んでいくタイプ。一緒に歌いたいと思わせてくれるような感じでしょうか。そうなのかな。歌うの大好きだから、一緒に楽しんでもらえるなら嬉しいな。皆さん形はそれぞれですが、歌が好きで楽しんでいるのが伝わってきますよ。レオくんもでしょ。ま、僕5人で歌ってる時すっごく楽しいよ。それってみんなが歌が大好きで楽しんで歌っているからだと思うんだよね。レオくんのバラードがすごいのはもう分かってたんだけど、僕ねこの前の歌ってみたで、表彰台に登ったたった一人の勝者のとこ大好きなんだ。なんかレオくんの感情に触れられた気がしたの。感情ですか。歌が好きで楽しいって思ってないときっとあの音は出せないよ。ああ。無理に楽しもうって思って歌うというより、自然と歌ってて楽しくなっちゃうみたいな。みんな変わってきてるよね。僕も頑張ろうっと。あ、それとね。はい。歩夢だけじゃないよ。リーダーやハルくんだって、レオくんが困ってたら助けたいって思ってるし、僕も持ってる。そうですか。レオくん何でもできちゃうから、僕らもいつも頼ってるけど、たまには僕らにもサポートさせてよ。それがチームでしょ。チーム。そうそう。ありがとうございます。それにせっかくチーム21歳ってトリオ組んでるんだから、何でも相談してよ。そうですね、そうします。わーい、僕歩のバカみたいにまっすぐなとこに何度も助けられてきたんだよね。それはちょっとわかります。本人はきっと気づいてないでしょうけど。僕もみんなの力になれるといいな。なってますよ。え？今僕の力になってくれました。本当？よかった。ソラくんは自然と心の中に入ってきてくれる方ですよね。そうかな。嫌じゃない？もちろん。よかった。レオくんとこうやって話せて嬉しいな。ああ、歩と仲直りしてね。ま、やはりバレてましたか。そりゃあわかるよ。すみません。あんなに仲良かったのに最近おかしいんだもん。ああ、そんなに仲良く見えてますか。見えてるよ。レオくん歩だけ呼び捨てだし、二人の空気みたいなのがある気がする。ああ、そうですか。あ、僕お皿片付けてくるね。ああ、ソラくん僕が。うわ。大丈夫ですか。 ごめんレオくん。いえ、お皿が割れなくてよかったです。うん。ああ。ソーラ。え？ソーラ、どいてください。ごめんね。お皿、僕が片付けますね。レオくん、今。チーム21歳なので。はい。あの、俺、歩だけど。何？いや、
キッシュ買ってきたんだけど、入っていい？いつも勝手に入るくせに。ごめん。入れよ。あ、お邪魔します。はい、これ。お前いつも食べ物持ってくるよな。あ、悪いかよ。笑うなよ。いいんじゃね。なーに。いや、笑ったから嬉しくて。ってキッシュ、キッシュ食おうぜ。悪かったな。え、なんか言った？ありがとな。お前そんなキッシュ好きだったの？したうち？さっさと出せ。つーかお前絶対にこぼすなよ。こぼさねえよ。あのさレオ、この前いい曲見つけてさ。昔の曲なんだけど。どれ？なあ、ちょっとサビ歌ってくんね。なんでだよ。いいから。10年後の私へ、今は幸せでしょうか。やっぱお前の息の抜き方すげー。10年後の私へ、今は幸せでしょうか。それとも悲しみで泣いているのでしょうか。すげえ。じゃあ次は。おい、まさか何曲も歌わせるつもりじゃねえだろうな。いいじゃんか。よくねえ。はい、次これな。糸の話を聞け。あれ、レオくん？よかった、仲直りしたんだね。あれ、今のなんだろう、気のせいかな。風邪ひいちゃうよ。レオ、まあ、ちっかーって、俺ら寝落ちした。うるさ、目覚ましかよお前は。はあ、あ、つーかお前、俺が開けた時計使ってねえじゃん。ああ開けてねえじゃんか。朝からギャーギャー騒ぐな、うるせえな。その寝起きの悪さを直すために使えよ。ああマジでうるせえ。ああ待てよ、俺も下行く。おはよう二人とも。おはよう。おはようございます。